どうも、あきです。プロスペースやっていきましょう。今回はプロスペース第500回記念として、こちらの城島捕手に称号をつけていきたいと思います。今回この城島選手にいい称号がつけば、めちゃめちゃすごいチームが作れるので、ぜひともですね、これは500回記念にいい称号をねつけていきたいなと思っております。はい、今回このためにですね、城島選手の育成かなり頑張ってきました。まあ A ランク5枚持っていましたので、極みにしてレベルも75、特訓レベルもマックス、そして特殊能力のレベルに関しても3つとも全てレベル5にしております。これであとはいい称号をつけるのみといった感じでございます。で、この城島選手がですね、もともとの能力がミートが79、パワーが80ということで、まあまず一つこのミートを A 超えたい、まあコンボに関わってくるので、ぜひともこのミートが A 超えてくれればいいなというのが一つ。そしてもう一つがですね、まあこのミートとパワーが1個差ということで、ぜひともここが同値になればいいなと思っております。はい、今回ですね、この城島選手の、称号獲得するために、まあ、S ランク限界突破コーチを使おうと思っているんですが、かつサポートアイテムも5つ使います。まあ、OB でいいキャッチャーが来れば、まあ、イベントそして育成を、全力で頑張るというお話をしていましたので、まあ、ここはですねもう本当に全力でやっていきましょう。はい、で称号を確認しますと、まあ、サポートアイテムを、全て使うことによって星3、星4が確定となりますので、まあ、ここが来るというところですね。中でも星3であればスナイパー、星4であれば打撃を極めし者、このどちらかが引ければ同値になります。結構確率としては悪くないんじゃないかなと思ってます。はい、星3であれば 1,2,3,4,5,6 6分の1、星4であれば5分の1ですかね。はい、なかなか悪くない確率だと思うんですよね。ミート A 超えに関してはほぼほぼ大丈夫でしょう。まあ、稲妻勝利の死者以外だとミート A になるので、まあ、そこは多分大丈夫、かつ同値っていうのができれば本当に今回は神回になるなと思っています。で、昨日もこの城島選手同値になればいいななんていうお話を軽くしていたのですが、まあ、そこでもコメントをいただいておりました。いつも同値って言ってるけど、同値って何がいいんですかというコメントをいただいていたので、まあ改めてですね、プロスペースまだそんなにね歴が長くなくて同値の意味がわからないという方向けに、同値になればこんな良さがあるよっていうのをまずは今回ご紹介しておきたいと思います。今の僕のリーグオーダーなんかがまさにそんな感じなんですよね。はい、まずですね、同値を求める理由、それはコンボにございます。はい、プロスペースはやはりこのチームスピリッツをなるべく上げる、かつもちろん各選手の能力も上げていくっていうのが大切なゲームなんですが、それに加えてこのコンボというものが非常に大切になってきます。まあ今現状だと僕のチームのコンボはこんな感じになってます。これまあ基本的にはスピリッツ上昇量が高い順に並んでおります。で、特に星3以上のコンボをいかに豪華にしていくことができるかというのが非常にプロスペースね大切になってきます。まあ星2以下に関しても最近はサブコンボというものが追加されたので、まあ特に僕は最近この辺ですね。はい、この特殊能力系のコンボなんかを頑張ってまた追加させてはいるんですが、まあサブコンボはそこまでまあ10個足してそれを10分の1にするのでそんなに重要ではないけど、まあもちろん関わってくるものにはなってきたっていうところで最近ではプラスなんですが、やはりメインのコンボとして発動するまあ星3以上のものというものは非常に大切になってきます。で、こうやってですね上から見ると、まあ修練の証明、これはまあ特訓レベルを上げれば誰でも大丈夫と。で、まあ12球団、僕は12球団でやってますが、まあここはその純正でやってる方だとまあ1球団とかもうちょっと良くなったりするんですけど、まあそこは本当にどっちを取るかですね。はい、まあスピリッツが全く一緒でできるなら基本的には純正の方がいいと思うんですけど、全く一緒っていうのはちょっとね過去シリーズ入れないといけなかったりして、まあいわゆるソスピってやつですかが落ちたりとか、まあ能力も落ちたりするんで、まあそこは結構難しいラインではあると思います。はい、まあただまあ2つ目としてこちらで、3つ目にこんなのが入ってますね。超大胆不敵、パワー、ミート、総力の中でパワーが一番高い選手が8名以上ということで、基本的にプロスペース初心者の方はまずこうしてですね、まあ、ミート、パワー、総力の中でどれかが一番高い選手が8人以上、いるチームを作ることを目標にすることが非常に大切だと思います。まあ、僕ぐらいですね結構課金していてチームを作っていてもこのコンボは3つ目に来るんですよね。はい、ということで、まあ、この辺のですねコンボが非常に大切になるんですが、
これに関わってくるのが同地と呼ばれる選手ですね。はい。こうやって眺めてみますと、野手に関しては 1,2,3,4,5 プラス8なので13人オーダーに入れることができるんですが、まあ、13人しかオーダーに入れることができないので、基本的にはこのミートパワー総力のうち一番高い選手は8人以上って普通に考えて、まあ、1つしか入れられないじゃないですか。ただこれを2つ以上入れることを可能にしてくれるのが同地の選手なんですよね。はい。例えば今僕のチームであればこの大谷選手、そして柳田選手、この2選手はミートとパワーが同値になっております。なのでこれはミート型パワー型両方に換算されているというところですね。で、今の僕のリーグオーダーでパワー型の選手はここここここ、ここ、ここここ、ここここの8人で、ミート型の選手に関してはここここ、ここここ、ここここの、6人ですかね、になっております。で、まあ、できればですねこれ8人に持っていきたいんですが、まあ、6人の時点でも、この辺あった周到精密っていう、今度はミートの方でコンボが発動するようになりまして、これ結構リーグオーダーの、リーグのね結果とか見てみると意外と発動してくれています。メインの方でも発動しているので、まあ、星2の段階で強いんですが、次これが城島選手が同値になれば、要はミート型の選手が1人増えて7人になるじゃないですか。で、ここに総力型の中村雄平選手がいるので、この選手をミート型の選手に変えれば、なんとミート型パワー型、要はこの3番目に来るこのコンボが2つ発動させられるようになるわけですよ。これはもう相当でかいことなんですね。はい。というわけで今回、いや、しかも確率としても悪くないじゃないですか。1個差で、まあ、5分の1、6分の1っていうところで同値になります。しかもミートも A 超えてきて、今度は超アンダー製造機とか、まあ、そういったコンボもまた楽に発動させられるようになるということで、今回この500回記念に本当にふさわしい動画になってます。で、ちなみにもうちょっと詳しいお話をすると、この中村雄平選手乗っけると、まあ、ヤクルトの選手いなくなるんで、もし同値成功した場合はどうしようかと思っているかと言いますと、ミート型の選手をもう一人加えないといけないということで、まずはじゃあ、福留選手をね入れてあげましょうと。はい。でこれで12球団がなくなっちゃいましたよと。そうなったら、まあ、山田哲人選手を、もう一回ね入れようということで、まあ、ちょっとここはスピリッツが100少なくなってしまうんですが、まあ、こうしようかなと。100の差だとおそらくコンボを取った方が強いですね。はい。で、まあ、このままファーストで使ってあげてもいいんですけど、まあ、今結構ですね、この緊急処置で宮崎選手がセカンド入ってたりするんで、まあこうかなと、内川選手がね、ファーストかなと。そしたらまあ守備適性も上げられて、まあまたですね、能力的には強い山田哲人選手も入れられてと。で、1番打たせたいんですよね。っていうのもあったりで、本当に割と理想のチームが作れます。これですね。はい。で、福留選手もですね、もうちょっとで勝負チャレンジできるんで、ミート A 超えてきそうで、まあいい守備固めになるんですよね、この能力、レフトライトの。ちょっとベンチぜひ入れてあげたいなというのもあったんで、で、まあ、そうだな。ミート A 超えれば、大谷選手が出る時のライト枠でもいいし。まあ、そんな感じでですね、とにかく、同値になったらとんでもなく、またいいチームに一つ近づきますと。そういうお話です。はい。で、まあ、ヤクルト枠の問題がなくなれば、ここ2600のパワー型の選手っていくらでもいるんで、まあ、またまた強くなっていくかなというところで、とにかく今回同値にすることが大切。まあ、そして、またね、古田さん、おそらく出ると思うんで、第4弾、第5弾以降で OB。そこがヤクルト枠で入ってきたって考えると、あ、もう完璧なチームになります。というわけで、行きましょう。行きましょう。これだけ、まあ、詳しくですね、僕の思いを語らせていただいたと。まあ、そして、同値、どういう意味があるんですかと、いつも質問いただくので、皆さんもね、スッキリしたと思います。どれだけ同値が大切か分かったと思います。ここで、同値、やりましょう。まあ、これだけ、S ランク OB キャッチャーのために S ランク限界突破コーチも貯めていたので、全然使って問題ないです。はい。サポートアイテムマックスで使います。これで星3、星4が確定になります。あとは、さっき言っていた2つの称号を狙うのみ。頼む。お願いします。行きましょう。さあ、500回記念。500回記念にやるからこそ同値になると信じている。500本だよ。すごい出してきた、今まで動画を。頼む。超人ミート型になった。ミート型になった。いや、ミート型になったことは悪くないんですけど、別に。まあ、とりあえずミート A 超えてくれてよかったですと。
はい。なるほど。で、まあ、まだ S ランク限界突破コーチもちろん持っていたので、今後使うことはできるんですが、ちょっとまだ、OB、第4弾、第5弾がおそらく来るんで、それを残してるので、それ見てから決めます。なので、もしかしたらまたチャレンジするかもしれません。ただ、今非常に困ったのが、これミート型になったってことは、今度またコンボが崩れましたね、おそらく。超大胆不敵がなくなったので、ミート型の選手を一人パワー型の選手に変えないといけないということで、まあいいか、内川選手ミート型なので、ここパワー型の T 岡田選手ですね。変えてあげれば、いやーでも、超アベレージヒッターズ、そしたら消える。うわーむずい。むずい。そしたらもうどうする。いやー、ここもう一回山田哲人選手に変えてもいいんですよね、実際。ただ、やっぱり、ソスピって言われるものも非常に大切ですし、超スプレーヒッターズも持ってるのか、となってくると本当に難しいところですね。まあこうか、こうだな、おそらく。まあちょっと悩みますが、またちょっと難しい問題も出てきましたね。超アベレージヒッターズ結構強いんですよね、超パワーヒッターズとともに。はい。まあここは坂本選手の継承を、新シリーズ引けてやるとまた消えるコンボではあったので、まあいつかはなくなるなと思っていたんですが、また難しい問題が生じてきましたと。はい。他そうだな、カエル選手いないよな。でもまあ、ミスターの称号を外してミート型、ああ、いかんな、パワー型のままじゃないともうダメだな。まあそんな感じですと。まあそこまでは変わんないかな。普通に城島選手が正捕手として入ってきたことの方が、能力的にでかいはずなんで、まあいいんですけど。悩ましいな。でもここはありだな、ほんと山田哲人。スプレーヒッターズの方は、あれなんですよね。同じ星2の中でも、超特殊能力以外のギータのも入ってるんで、スプレーヒッターズおそらくこの辺。ただ、ほら、アベレージヒッターズはこの辺でギリギリメインに入ってくる。こっちはサブでしか発動しないっていう感じなんですよね。また難しいな。でも、宮崎に帰ってから結構順位も上がったしな。やっぱりチームのソス比率っていうのは大切っちゃ大切だからな。そうだな、それのためだけに100変えるのは違うな。これで100変えて星3のコンボが追加されるならまだしも星2なんで、まあこれで戦いましょう。 OK ということで、これがシンリーゴーダーです。まあ今回の動画でも同値の大切さっていうのは伝わったんじゃないかなと思っております。というわけでプロスペースまだまだ頑張っていきます。もう次ね、1000回目指して、またこっからね、これが折り返し戦だと思って頑張りますので、ぜひとも今後も応援のほどよろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。プロスペースの動画楽しみだよっていう方は、ぜひともチャンネル登録、高評価をぜひお願いします。城島、同地の戦いはまだ続きます。都合でも OK です。アディオス。